それでは関西大学行ってみたいと思います。本日は全学日程3つの試験の公表、つまり2月の2日、5日、6日ですね。これを言ってみたいと思います。すみません、大問1番の会話。まあ、いつも通りの優しさですよね。ですから2分前後でいけるかと思います。ですから5問中5問取りたいですね。で、大問1番の正常。これもいつも通りの難しさ。まあ、簡単すぎず難しすぎずと。ですので8分と書きましたが、この大問1全体で10分。そして当然満点が必要です。そして第2問目のまずは空小順、これはちょっと難しいかなって感じがします。で、逆に内容1が標準問題で、合計30分で大丈夫かと思います。で、ややなんとはいえ空小順は15問中11問、内容1は7問中6問、これぐらい取れると理想でございます。そして大問3番の下線部説明、標準レベルですから10問中8問で、内容1問題がややなんでございますので、7問中5問、これぐらい当たれば理想です。で、おそらく20分ぐらいで解けるはず。で、そうは言っても90分中60分しかまだ使ってませんからね。ですから、もし皆さんが高校2年生で来年関大を受けると。で、そういうことはまず一気に全部解いてしまうと。で、残った時間で見直し。まあ、大体これぐらい余りますので、結構丁寧に見直してきますからね。で、皆さんこれ50問あるんですが、全部足すと41問ですので、82%。8割超えてればもう間違いなく受かるんじゃないかって、そんな感じがします。ただ、そうは言ってもそんなに取れませんという方もいらっしゃるかと思いますので、50問中36問。72% ぐらい取れてれば、おのじですね。で、2月2日受けた方、これで皆さんご自身の正答数見比べていただけると嬉しいかと思います。では、一旦この後ですね、この第1問目の正常問題、これの解説をご覧ください。さあ、皆さん、まずは段落 A でございます。皆さん、A を一読していただいた後、皆さん、ひとまず皆さん、B に行ったかと思います。どうせ皆さん、段落 A のこのあたりでですね、皆さん、押し花のことではないだろうか。まあ、乾燥させて押してますからね。で、皆さん、段落 B 一番初っ端にプレッシングと書いておりますので、なんかうまいこと繋がりそうな予感がしますよね。で、ひとまずちょっと段落 B が繋がると。そんな判断をして進めてみたいと思います。で、皆さん、段落の一番最後にこういう表現ありますよね。必要不可欠なステップ、段階のことですね。で、皆さん、段落 B の後に何が続くのかなと思って、皆さん探してみると、皆さん、段落 E ですね。The first stage。おお、つながるな。皆さん、steps、段階と書いておりますので、まあ、一番目が来るんじゃなかろうか。で、皆さん、段落 E の一番最後に、クイーンゼン。まあ、つまり、その植物をきれいにすると書いてますよね。で、皆さん、その段落 E の後に何が続くのか。まあ、きれいにするというところで、皆さん、段落 F。dart is removed。皆さん、汚れの取り除くと書いてますよね。ですから、クリーンにする、きれいにするというところで、皆さん、繋がっていきそう。で、皆さん、段落 F の一番最後は、pressing to。もちろん、押し花でございますので、押す道具ですよね。で、皆さん、その押す道具の話が、皆さん、段落 C。まあ、this で受けて、皆さん、plant press って書いてますよね。ですから、うまいこと繋がりそう。なので、皆さん、段落 C の後は何が続くのか。皆さん、オレンジ書きましたが、皆さん、ボルトで、皆さん、タイトン。まあ、しっかり押さえるんですね。皆さん、段落 C の後は皆さん残ってる段落 D なんですが、皆さん、押さえつけたまんまでは楽しめませんからね。ですから、皆さん、数日後、そっから取り出すということで、押し花を楽しめますと。で、そういう思考プロセスをたどって、正解に至ったかと思います。さあ、皆さん、続いて2月の5日でございます。それで皆さん、数字を書きましたので、2月5日受けられた方は、ご自身の点数ですね。そちらと見比べていただけると嬉しいかと思います。で、スクリーンショット撮っていただいても大丈夫ですからね。では皆さん、この後、大問1番の段落正常、こちらの解説をお聞きください。さあ皆さん、段落 A でございます。皆さん、AI の話をしてますからね。で、皆さん、この段落 A の後に続く段落はどれなのか。で、皆さん、最後見てみると、皆さん、人間に対する恩恵と書いてますね。で、皆さん、段落 B、C、D と呼んできて、皆さん、段落 E。皆さん、ここに皆さん、人間とインタラクト。つまり、人間が喋ってることを聞いてくれて、そして皆さん、リアルタイムで反応してくれる。皆さん、非常にプラス、前向きな話書いてますよね。で、その段落 E のこのインタラクトの話、双方向性の話を具体的に述べたものが、段落 C のこのあたりにしっかりつながるんですね。特に皆さん、conversing。まあ、ロボットと会話をすると。ですから、インタラクトを具体的に言い換えてくれてますよね。ただ皆さん、これプラスの話ばっかりかというと、皆さん、これ段落の一番最後。concerns ということで、皆さん、懸念事項、心配、マイナスの話にもなってますよね。で、皆さん、その心配ごと、皆さん、段落 B の one worry。これにつながっていきますね。で、皆さん、その心配事項がこれですよね。人間にとって変わる。で、どの分野でそれが起こってるかっていうと、皆さん、小売りの分野とか、輸送の分野。そして、こういう傾向が続くと書いてますよね。で、皆さん、その後、段落 D、furthermore ということで、皆さん、さらに追加してますね。で、皆さん、傾向が続くということでございますので、皆さん、医療関係とか、放送関係ですね。そういったところまで、皆さん、広がってしまうと。で、皆さん、最後、段落1個しか残ってないんですが、皆さん、まさに段落 F、文と ultimately。
究極的にとか最終的にって言ってるわけですから、段落一番最後ということでバッチリ。こういう思考プロセスで皆さん正解にたどり着きましたね。それでは一番右が2月の6日でございます。受験された方は皆さんこのあたりですね、ご自身の正答数そちらと比較していただけるとよろしいかと思います。でスクリーンショットを撮る方はどうぞ。で皆さん第1番段落聖女の解説をご覧ください。皆さん段落 A でございます。皆さんこういうテントの話をしてるんですね。で皆さんユルトというふうに呼ばれているようです。で誰が使うのかと言われたら皆さんモンゴルの方々が使うものですね。でこの皆さん段落 A の後に何が続くのか、まあ、B、C、D と呼んでって、でちょうど皆さん F の一番出版内にディスって書いてますね。直前の内容を指しております。でこういうタイプのテント、まさにこういうタイプのテントでございますので F とつながりそうで、皆さんこちらにもモンゴルの方々の話書いておりますのでバッチリ。でこういうテントがなぜ必要不可欠なのか、で次の文章を読んでみると皆さん答えを探しに出かけましょうと書いてますよね。皆さん段落 F の後皆さん段落 C につなげるのがよろしいですね、まあ、特に As a very beginning、 まさに初めはこうだったんですというところで皆さん答えの一発目として OK、 まあユルトっていうテントの起源を喋り始めてくれてるんですよね。で皆さん段落 C でございますが、皆さん立てていく上で皆さんこのあたりが皆さんどうやら材料になってそうですね。 Cedar wood そして Animal skins。で皆さん段落 B のこの出だしの This で受けて皆さんこのあたりですね、建設の順番、材料をまず見つけて、じゃあこの後どうしましょうというところで皆さん話がついていくんですね。で皆さん段落 B の後に何が続くのかと思って探してみると、皆さん段落 D のこの文頭が最大のヒントになってますよね。特に These って書いてますから直前とつながりそう。で皆さん To と書いてますから2つと書いてますよね。で皆さん段落 B をよく見てみると Firstly 点点点 then ということで2つ、おー繋がってるなぁと。ですから BD の順番でいけそう。で皆さん段落 E しか残ってないんですが、皆さんそれを最後にくっつけていいのかどうか。で皆さんもちろんこの段落 D のところでもう出来上がってますからね、テント完成だからこそ皆さん段落 E のここですよね。じゃあ次はキャンプしてみましょうと、という感じで繋がっていきますよね。思考プロセスは大体こんな感じかと思いますので参考なさっていただきますとよろしいかと思います。すみません、お疲れ様でございました。まあ、この3日間改めてご覧になっていただきますと5日が一番優しいですね。まあ少なくとも8割は必須かなって感じですよね。あと皆さん2日と6日はまあどっこいどっこいと。ただやっぱりカンカン同率4大学ですね、それのまあ入試公表をやってみて、まあ改めて思うことは、一番難しかったのは同志社で、その後に寛大が来そうです。で寛大の次は立命館で、一番優しかったのが漢学ですね。でもしこの後なんかご質問等々ございましたらコメント欄使っていただけると OK です。ということで、キッポン待ってまーす。